おさすまちごりです。というわけで今回もやっていきたいと思うんですけども、今回はですね1940年代アメリカ陸軍の服の魅力を紹介してみたということでね、やっていきたいと思います。なんかねこの手の話ってまあいろんな動画で小出しにぼちぼち出してはいたりして、まああとはねちょっと内容が被るね、こともあるかもしれないんですけども、ちょっと今回ね、まあ、まとめてなんか話してみようかなっていう気になったんで、まあよければね、見ていってほしいなと思います。で早速ねこういきたいと思うんですけども、1940年代アメリカ陸軍の軍服の、まあ、特徴といえばですね、まあ、僕の主観なんですけども、野暮ったいけどクラシックみたいな、で野暮ったいけどミリタリーっぽくないっていうね、これが挙げられるなって思うんですよね。まあ、どういうことって感じなんですけども、まあ、本当によく例に出してるのがこれですね。はい、 M41 フィールドジャケットですね。これとか、まあ、見た目はかなりこれが身幅もボカーンって取られてて、身幅のこの割には着丈が短くてとか、ちょっとね野暮ったいイメージは捨てきれないですね、どうしても。でもこの解禁のこの時代特有の襟の開いた作りとか、そこの辺がやっぱすごいクラシックな雰囲気があっていいなって思うところですね。まあ、さっき言ったように野暮ったい、シルエットなんですけども、これとかって民間服をね参考にした、作りをしてるんですよね。まあスポーツジャケットとか、スポジャケってね40年代のスポジャケって結構有名なんですけども、その作りをまあ参考にしたとされていて、例えばこれが色がブラウンとか違う色だったらね、ミリタリーじゃなくてもいけるなって感じだと思うんですよね。例えばジャングルファティーグとか想像してみてください。ジャングルファティーグとかって、あれ色変わってもジャングルファティーグってわかるじゃないですか。これって意外とそのクラシックなねこのスポーツジャケットの作りなんで、色が違えばねワンチャンミリタリーには見えないかなって僕思うんですよね。まあそういうところも込み込みで、意外とこれね、まあ、軍服で野暮ったいんですけども、そこまでゴリゴリミリタリーの作りじゃないっていうところがね、これはファッション性がすごい高いなっていうね感じです。もうアメリカンな感じがこれすごいいいなと思いますね。もう一つ開けるとするとね、色味もやっぱ違いますよね。あの1950年代以降のアメリカ陸軍のものの色味とね、やっぱちょっと一線を画すようなね感じになってますね。まあこの辺の色味はそうなんですけども、 OD3 っていうね色が使われています。1950年代以降に出てくる、まあ、OD シェード107とか OG107 とかって呼ばれてる、だいぶ緑味の濃い、あのまあいわゆるアーミーグリーンみたいな、あの色よりは全然色味黄色っぽいっすよね。で薄い感じがしますよね。これがまあ40年代第二次世界大戦時のまあ中期くらいまでによくまあ見られるね、これ色味になってますよ。でこういうところかつ、なんていうんですかね、この野暮ったいけどそこまでミリタリーっぽくない見た目みたいな、みんなタンカースってこれを知ってるから、もうあもうミリタリー、タンカースはミリタリーみたいな思うかもしれないんですけども、例えばこれがこのウール生地でその黒とかブラウンとかグレーとかそういう色だったらもう完全にスポジャケスからね、この見た目ね、野暮ったいけどゴリゴリのミリタリー感は意外とないみたいなね、そういう印象僕は持ってるんですよね。で野暮ったいイコールミリタリーってちょっとつなげがちなんだけど、ディティール自体はね他にもありそうな見た目なんですよね。これね、マッキーのコートとかも見ていくんですけども、これもですねアメリカの老舗メーカーフィルソン社のマッキーのクルーザーって服をね、参考にしたと言われていますね。あの30年代のねウールの黒いマッキーのコートとかっていうのはまあ結構マッキーのクルーザーに似てるなって思うんですけども、まあそれよりも時が経って M42 マッキーのコートってやつなんですけども、これとかもうモロですよね。同じコットンの生地でも色が違ったらもう完全に40年代のねカーコートとかあの辺のコートにね似てると思います。もうこれもウール生地で黒グレーとかブラウンとかその辺の色だったらもう完全にこれはもうねその当時のカーコートとかスポーツコートみたいな言われてるやつともう瓜二つの見た目してるんで、まあ、そう考えるとね、まあ、40年代のこの初め頃っていうのはねこの民間服をちょっと参考にしつつで、色味はまあちょっと黄色味の強い OD カラーみたいな感じで、でなおかつこのオールドアメリカンな野暮ったさみたいな感じですね。まあ、そういうところがね僕すごい好きでね、40年代の服はマジでいいなって思ってますね。でまあ当時の歩兵のまあ標準装備的な感じでいくと、これはねまあいわゆるマスタードシャツっていうね、さっき言った M41 フィールドジャケットとかマッキーノとかタンカースとかあの辺のジャケットの下に着るね、まあシャツになってますね。ヨーロッパ戦線ってあったじゃないですか。そのヨーロッパ戦線でのアメリカ軍っていうのはこの M41、M43 とかマッキーノとかタンカースとか着て、その下にこのシャツを着るっていうのがもう定番パターンですね。この色味が OD3 みたいな色だからこれミリタリーって思うけど、色別の色だったらマジはただのワークシャツっすからね。両ポケのね、ワークシャツとか当時も普通にあるし、この解禁の感じとかもね、あの昔のやっぱ流行りというか、まあ、こういうねスタイルが結構見受けられるので、まあこれはね色さえ違えばもう全然ミリタリーには見えないですよね。まあこれもさっき言ったねマスタードシャツの下に着るねやつですね、マスタードパンツですね。まあこれも1940年代のまあ半ばくらいまでですかね、43、4年くらいまではもう普通にこれ履き着られてたものですね。歩兵装備としてこれを着てバチバチ戦ってたって感じですね。これなんてもうスラックスっすもんね普通に。当時のアメリカ陸軍のチノパンとほぼ同じ
同じこれ作りをしてるんですけども、もう僕あのミリタリーとしてあんま履いてないですね。もはやスラックス的な感じで履いていますね。オリーブ系のスラックスとして全然履ける、軍パンじゃねえなこれみたいなアイテムですよね。生地もめっちゃいいし仕立てもいいのに、もう本当に歩兵の装備としてバチバチ使ってたのがちょっと信じられないくらいですね。本当にこれは本当長い付き合いになりそうな服だなとね、本当思いますね。これめっちゃいい服ですね。まあ、こんな感じでね、やぼったいけどクラシック、やぼったいけどミリタリーとミリタリーっぽくないっていうね、ちょっとこれはまあ完全に僕の主観なんでね、皆さん思うとかいろいろあると思うんで、まあ、そういうとこはコメントでちょっとね教えていただければなと思うんですけども、まあ、僕が考えてるのはそんな感じですね。やっぱね、やぼったいはどうしてもついて回りますね、昔のオールドアメリカンな服ってなってくるとね。だからユーロ好きの人にとっては意外ととっつきづらいですよね。そこがとっつきづらいと思うんですよね。なんかもっとスタイリッシュでなんかね繊細な感じの服がいいんだけど、なんかフォーティーズとかその辺のアメリカ軍って確かにかっこいいけどやぼったくねみたいな、こういうねなんか服としてこう見るのはまだかっこいいけど着るとなんかすげえやぼったくねみたいな、いやもうそういうご意見めちゃめちゃわかります。僕的には本当その通りだと思いますね。まあ、これはどうしても当時のねこのヨーロッパ社会とアメリカ社会のね文化の違いというかね、そういうとこもあると思うんですけども、まあ、これは本当好みの問題ですね。まあ、僕がいいからといって人それぞれねいい悪いあると思うんで、まあ僕の一意見をちょっと参考にしてね、まあこれからの古着ライフにまあ生かしてもらえればなって感じですね。まあ、ちょっと他にもピックアップするとなると、まあ、この辺のちょっと専門性の高い服たちっていうのもね、1943、4年頃までは普通にこう使われてましたね。例えばこれですね。はい。パラトルーパートラウザーズってやつですね。いわゆるジャンプトラウザーズって言われてるやつですね。これは、ま、空挺ですよね。空挺部隊、飛行機からパラシュート降下をして、こう、敵陣のね、最前線とか敵陣の中に強襲上陸するみたいなね。まあ、そういう部隊なんですけども、まあ、この作りが本当にね、ジャングルファティーグの元になってるとも言われていて、この剥き出しのボタンですよね。この剥き出しのねボタン、まあこれはちょっとスナップボタンでジャングルファティーが普通のボタンになるのでちょっとそこは違うんですけども、でこのでっかいカーゴパンツと、まあここのねフロントのポケットと、まあ後ろのポケットみたいな、もうこのディティールはもう割とそのままジャングルファティーグに継承されていく感じになりますね。はい。当時はもうほんと専門性の高い服として採用されていたんですけども、結局そのジャングルファティーグっていうね、もうベトナム戦争時におけるまあ熱帯気候のねアメリカの一般的な軍服として支給されることになるっていう運命というかね、そこへ面白い広いっすよね。なんか本当はマイナーでマニアックなね、軍服なんだけど、なんか最終的にはこの一般兵装としてね広まっていくみたいなね。はい。ちょっとこれいいっすよね。もう一個これですね、山岳部隊用のトラウザーズ、これもねかなり専門性高い服っすよね。当時だとねアメリカ陸軍第10山岳師団っていうね、アメリカ軍初の山岳戦専門部隊みたいな感じでね、これ、まあ、編成されたね、部隊なんですけども、まあヨーロッパではすでにアメリカに先んじてあったんですよね。まあ北欧の方もね山がちな地形、雪がね多かったりとかして、まあアメリカに先んじて山岳部隊っていうのがあって、アメリカもね、そのやっぱりヨーロッパで侵攻していくにあたって、いやこれ山岳戦専門部隊に言うとうちらやってけんダメだわ、これやっぱヨーロッパとね世界水準に合わせていかないとっていうので、まあ山岳部隊ね第10山岳師団っていうのを中心に編成していくんですけども、その中でまあこういうやっぱ専門性の高い服っすよね。第10山岳師団とか、まあ、特殊作戦部隊とかにね、支給されたこのマウンテントラウザーズ、これ見て超でかいの、カーゴポケット超ほらこれやばくね、めっちゃこれカーゴポケットでかいんすよ。これねアメリカ軍の軍パンの中でも相当でかい方だと思います。何でも入るっすねこれね、街もついてるし、こんなでかかったらすごいですね。何でも入っちゃいますね。まあ、チャンネル登録者の方からね、すごいコメントいただいたんですけども、まあ、これは市場にね、出てくる山岳部隊のトラウザーズではなくて、いわゆるセカンドタイプっていうやつじゃないっていうことをね、この間、リスナーのね、方におっしゃっていただいて、もうすごい勉強になったんですけども、これもだから山岳部隊の服っすよね。まあ、こういうちょっと紐がついてたり、こうなんかね、この紐を靴のね、内側で踏むことによって、この服がずれたりとか、ブーツからずりってこう出たりするのを防いだりみたいな、そういう工夫があったりしたりとか、まあ、そういうのもあって、これもかなり専門性の高い服でね、面白いと思います。だから1940年代の、まあ、初め頃ですよね。初めから中期にかけて。っていうのは、もうすでに、このカーゴパンツの走りっていうのがもうね、登場していたわけですね。まあ、戦後から1950年代にかけて、本格的にカーゴパンツっていうのが、もろもろ生産されるようになるんですけども、この辺がね、カーゴパンツの一番の走りっすよね。もう、でっかい立派なカーゴポケットついてますよね。はい。ということでですね。まあ、そのね、1940年代中期頃までは、その民間服を参考にしたやつとか、まあ、専門性の高い服とかがいっぱい出てきてね、こう、服の種類がいっぱいあって、バリエーションに富んでいたって、まあ、言い方もできるんですけども、はい、来ましたね。1943年頃ですね。1943年から1944年にかけて、はい、これが登場します。M43 フィールドジャケットですね。はい。ここでね、フィールドジャケットの歴史が大きく変わります。このね、マチ付きのパッチポケット2つ。で、下に、この、スレーキポケット
ですよね。スレーキポケット、でかいスレーキポケット2つっていうこの作りですよね。この作りがこの後の M50、M51、M65、 このポケットの形とかね、この大まかな形っていうのはね、ほぼほぼそのまま継承されてます。もうすでに完成されていたっていうね。まあ専門性の高い服とか、これ M41 フィールドジャケットがあったんですけども、まあ諸々の理由でちょっとね、まあよろしくなかろうということで、この M43 フィールドジャケット、M43 被覆システムの開発が急務だったわけですね。で、満を持して登場したね、この43フィールドジャケットっていう感じですね。まあここが本当にね、フィールドジャケットを大きく変えた一着だと思いますね。はい。まあ生地はコットンサテンですよね。あのコットンサテンの生地で、このサテンの生地っていうのもね、後々の M65 に続く系譜までも全部引き継がれています。で、色もさっきまでこの黄色みが強かった OD3 っていう色よりかは、ちょっとこの緑みの強いね、色に変わってますね。はい。この辺もやっぱヨーロッパの森林草原地帯にこう対応するような色でっていうことでね、開発された感じになってますね。改めて眺めてね、こう実際にアウトプットしてみると、やっぱね、なんか自分でも喋りながら改めて良さを再認識できたしね、こうやって服たちをね愛することができるかなと思います。はい。まあまたこういうね、あの例えば50年代60年代のアメリカ陸軍とかね、40年代のアメリカ海軍とかね、まあその辺もね、いくつか服ピックアップしてやっていこうかなと思うので、まあよろしくお願いしますという感じですね。はい。ではフェイビンティー好きな方、ぜひチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、 Find meFind me, never know what happens in my life.